沖ノ鳥島が大浮上する理由でございます西の島から南に900キロ行ったところに沖ノ鳥島があります日本で一番南にある島ですね この島はサンゴ礁の小さな島なんですが、小さな島は現在コンクリーンなどなどで厳重に保護されている状態でありまして、いつ沈んでもおかしくない状況なんですね。そんな沖ノ鳥島でございますが、将来100%必ず大富士をする理由をご紹介させていただきます。今この沖ノ鳥島ではサンゴを育てて巨大な島になる予定なんですね。というわけで皆さん沖ノ鳥島将来が楽しみですね。これが